最昌寺は、愛知県愛西市、東上町にある新言州地山派の寺院である。別格本山大須観音法生院の末寺で、本尊は、聖観音菩薩。西桃の坊は、寺殿によると、神明、龍馬路が愛知県天市に、地木寺を創建した、翌年の水古天皇六年に回帰された。西桃の坊は、神明への末裔で、阿弥の衆三屋の一つであり、 現住職は、龍馬老より数えて83代目となる。古くより、市江村前家平に新言州の大事と伝わる、返上院があったが、織田信長の長島一行一期前哨戦で、村一帯は、焼き打ちに遭い、返上院は、消失、廃寺となる。その際、本尊に悪如来像は田んぼに埋めて守られ、後に掘り出されて当地に安置された。その像は、 平安時代初期の木造の立像であり、リング状の後輩があり、左手は、背むかしこじるし、武将に薬甲を乗せ、通常の薬師如来立像とは逆手になっている大変、珍しい造像,像である。返上院消失後、間もなくして田んぼに埋められていた、薬師如来像や工房大師像及び諸像が掘り出され、堂を立て祭られた。その堂は、薬師堂と呼ばれた。また、 江戸時代末期から大正時代まで当時は役場業務を担っていた。そして明治時代の初めには栗に一江神城小学校の前身となる小学選手学校が創設された。たびたびの大きな自然災害にも持ちこたえ、第二次世界大戦においては B29 の襲撃を受けて、焼夷弾が薬指導屋根他境内に7発落ちるも消失を免れた。 地目寺の東門前にあった西毛の坊は旅重なる自然災害の被災により昭和九年当地に移転し当場の薬師堂が本堂となり合併したその後西毛の坊の生肝の恩母殺像を本尊とし昭和十七年に最小寺と改名される蓮畑が美しく広がる愛妻市において当時は西毛の坊の歴史と本尊を守り続けている作者不詳 一尺四寸一木作りのホリガン古色、左手に未開時期のレンゲを強然に持ち、右手は強然に立ててその花びらを開こうとする姿で、ふっくらとした丸顔の優しい顔をしていて、頭髪部には、きらびやかな飾りを乗せ、金色の船形の後輩がある。趣味岩の中央に、工房大師座像が鎮座し、その両脇に、薬師如来立像と共に祀られている。 静かたる姿命のほとや、中からむは、ダメの席にすます見物すべて、当時本尊のことを表していて、静かなお姿は、命の源となって脈々と今に繋がっています。清らかな佇まいの人命の観音様、という意味。日程はその月により変わるので出らり、問い合わせのこと、ありがとうございます。